指定旅行は、ジュール・ベルヌが1864年に発表した古典的な SF 小説、冒険小説である。日本語タイトルは、指定探検などとも、原書の差し絵は、エル・アル・リュウー。1863年に出版された初の長編小説、気球に乗って5週間の高評価を受けて、続いて本作が出版された。気球に乗って5週間が冒険小説に分類され、 本作の後1865年に出版されたガツ世界旅行が SF に分類されているのに対して本作はその中間に位置していると評されている。ただし出版時においては SF のカテゴリーに分類されることが多い。気球に乗って5週間の出版後にベルヌは20世紀のパリという未来を描いた科学小説を書いたが出版社はこれを 暗く高等無形な作品として出版しなかった。これに代わって発表されたのが本作であり、商業的に成功を収めた。これによってベルヌは人気作家として出版社に認められ、年間3作程度の作品執筆を求められた。ドイツハンブルクの旧市街に住むヨハネウム学院の鉱物学教授、オットー・リーデンブロックは骨董店で購入した古書に、 以下のようなルーン文字で記された暗号文が書かれた用皮紙のメモが挟んであることに気づく。キノコの森教授は使用されている文字の種類からメモが書かれた時期と古書が作成された時期には少なくとも200年以上の開きがあると推定し、そのメモは古書のかつての所有者が書いたものであるとした。古書を注意深く調べたところ、教授は古書のあるページに という16世紀の著名な錬金術師の名が記されていることを発見。このメモには、サクヌス専務の驚くべき発明が記されていると、仮定した教授は、老いのアクセルリーデンブロックと共に暗号解読を試みた。時間こそかかったが、アクセルが偶然解読に成功する。そこには、アイスランドのスネッフェルス山の頂にある河口の中を降りていけば、 地球の中心にたどり着くことができるという趣旨のラテン語文が書かれていたのであった。これに感激した教授は、手早く旅自宅を済ませ、嫌がるアクセルを連れ、アイスランドへ向かった。現地で雇った、有能な案内人ハンスと共に、彼らはスネフヘルス山の過去を下っていく。水の欠乏やアクセルが二人とはぐれるなどいくつかの危機に直面しつつも、 三人は数十日をかけて南東へ350流、下へ35流進み、やがて地下の大空洞に到達する。オーロラのような放電現象で照らされた、この大洞窟には海があり、キノコの森が繁茂し、さらには地上ではすでに絶滅したはずの古生物たちが、活っ歩していた。下へ進むトンネルが見つからないことに焦った教授は、指定海の対岸に、 それを求めイカダで地底海を渡ることを計画する。航海の末、嵐で岸に打ち上げられた彼らは、あるに作主専務の頭文字が刻まれたトンネルの入り口を発見するが、その奥は崩れた岩で塞がれていた。道を開くべく岩を爆破した3人は、爆破で生じた激流に飲まれ、イカダごと洞窟に引きずり込まれてしまう。しばらくすると彼らは、 自分たちがいつの間にか活火山の稼働に迷い込み、噴出するマグマと共に上昇中であることに気づく。おじけづき絶望するアクセルに、教授はこれこそ地上に帰る最後のチャンスだと悟す。そしてその言葉通り、彼らはイタリア南部の地中海に浮かぶストロンボリ島の火山噴火に乗じて地上に生還。ハンブルクに戻った三人は偉人として迎えられ、 物語は大団円を迎える。本作の語り手アクセル本作は、主人公、リーデンブロック教授のおいであり旅の同行者である、アクセルを語り手としており、物語全体を通して、私という一人称を用いたアクセルの階層的な視点で描かれている。ベルヌは小説に教育的、啓蒙的な要素を盛り込むことで知られるが、本作では、前半の地理学、 後半の地質学、古生物学である。科学的合理性を重んずるベルヌが地下の高圧や高熱の問題を知りつつもあえてキャラクターを地底に送り込んだことは異例であるが、熱の問題は常に会議論者のアクセルによって言及され、物語が非科学的なものに陥ることは免れている。本作は科学啓蒙的な冒険小説であると同時にアクセルの成長を描いた。 教養小説である、との分析も成り立つ。はじめ未熟な若者であった、彼は、愛する女性のために指導者及び謎めいた導き手と、共に試練をくぐり抜け、体外を象徴する地底から脱出することで、一人前に成長するのである。融通の効かない変人科学者リーデンブロック教授の姿は、フランス人から見た、ドイツ人造のギガ科であるが、ギガとは言っても、 インド王妃の遺産の悪役、シュルツ博士とは違い、好意を持った書き方がなされている。なおアルネサクヌス専務は実在と誤解されることもあるが、架空の人物であり、そのモデルはアイスランドの文献学者、アルニ・マグヌスソンだと言われる。ありがとうございます。